美味しい話がすごく多かったので美味しくやりました、横須賀の魅力を一言で言うと、せーの、国際交流。実際にですね、今ベースの中で英語を学んでいたりだとか、そのベースの子たちに、まあ、子供の子たちにこう鎌倉の案内をしたりだとか、そういう活動を、まあ、メンバーの皆さんでしている人がいたりしてですね、非常に国際交流だとか、その異文化っていうのを身近で感じられる街だねっていうことで意見が一致しました。でもう一つ意見があったのが、そのやっぱり自然と触れ合えるということがすごく、子育て世代 のメンバーもいるので、そういった意見も上がっていたので、その2つがミックスされているというのが横須賀の一番の特徴なんじゃないかというような話になりまして、キャッチフレーズは自然の中で異文化交流横須賀というふうにさせていただきました。以上です。